朗報、大谷号 9.2。オフェンシブは 5.6、MLB 全体3位、1位ヤクーニャジュニア。号6、ピッチング、号 3.6、MLB 全体5位、1位ゲリットコール号 4.9、合わせて号 9.2、2位はキム・ハソン号 5.9。すごすぎやろ。もしこのまま終わったら最も王の傑出度高い選手になるんか？な、リーグ MVP はアクーニャかキム・ハソンの2択やな。だから大谷にはトラウトの王を超えてもらわないと他の選手に申し訳ない。トラウトのピークシーズンの王は？トラウトは2013年に王 10.2 やってる。打者一流、投手 1.5 流、総合上一流って扱い止めてほしいわ。どっちかでトップ取ってからにしてくれよ。今年の野手大谷超一流だろ。投手 1.5 流は無理があるね。少なくともトップ5で 1.5 流ってことはない。ネット民特有の一位じゃなければ一流でもない理論。メジャーで本塁打王で投手で5位に入るんやし、両方超一流やろ。打者で言えば今季はメジャーでトップや。前年時の野手大谷の守備貢献度の予測どれくらいやろうか。外野手平均ぐらいいけるか。殿堂入りも今年で確定やね。2回目の満票 MVP で。2回目満票 MVP で殿堂入り濃厚だな。もう大谷は大谷でしか比較できないわ。過去谷と勝負するしかない。皆さんは大谷選手の方どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。